どうしよう、エアリアル。ミオリネさんの誕生日なのに、私、勝ちますって約束したのに。ミオリネさん、ごめんなさい。私、エアリアル、突然動かなくなっちゃって、その。知ってる。だって私がやったから。どうして？あんたに負けて欲しかったからよ。嘘。最初に言ったでしょ。これは取引だって。あんたはいい玉よけになってくれたわ。もっとも、負けちゃったら責任も果たせないけど。待って！待ってください！クエルさん！もう一度決闘してください！今度は私、負けませんから！だから！これも返してもらうわ。今日までご苦労様。さようなら、水星のおのぼりさん。